経済産業省の有識者会合は、原発を重要なベース電源などと位置づけた新しいエネルギー基本計画案を大筋で了承しました。反省品かもしれないけども、まあ、今までの去年のことを考えると大きな一歩前進というその基本的な方向づけが今回できたとこのように思っています。計画案は原発を基盤となる重要なベース電源と位置づけ、暫定的に減らしていくとしながらも再稼働に大きく舵を切りました。民主党政権の原発ゼロ政策を大きく転換します。政府は近く関係閣僚会議を開き、来年1月にも計画案を正式に閣議決定します。